ボブ・ホッシーはアメリカ合衆国の振付師、映画監督。ノルウェー人の父とアイルランド人の母のもとにシカゴで生まれた。1950年代のメトロゴールドウィン・メイヤーミュージカルでダンサー兼振付師として活躍した。13歳で自身のダンスグループザリフ・ブラザーズを率い、15歳ですでに振付を始めていたという。その後、ブロードウェイミュージカルの演出を手掛け、 クタバレ、ヤンキースやスイートチャリティ、シカゴで振り付けを担当している。ダンサーとして映画に出演もしていたが、1968年に舞台の映画化、スイートチャリティで監督デビューした。1973年にはキャバレーでアカデミー監督賞を、ピピンで、トニー賞を、ライザ・ミネリ主演のリーザ・ウィズ・エ z ゼットで、エミー賞を受賞。 一年のうちにこれだけの賞を獲得した人物は彼だけである。また、1979年のオールザット・ジャズではカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞している。1999年、ブロードウェイで上演された彼のダンスナンバーを集めたミュージカル、フォッシーがトニー賞を受賞した。果たされなかったが、彼の作品、シカゴをマドンナ主演で映画化する構想もあったという。 ありがとうございます。